な男子に冷たくした覚えはない？風間くん、無理はあかんよ。もう俺は手伝ってやれへんし。あー寂しい。もう大地くんがいなかったらバイト先なんて何の意味もない。どうしても君に会いたくて。わー、休んで来てくれたんだ。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。トクムキメモリアル続きからやっていこうと思います。11月12日日曜日からですね。いやー、大地くんから全然デートに誘われなくなっちゃいましたね。もうバーバに行って浮気しちゃうぞ。というわけで続きからやっていこうと思います。もしもし、マリー、大変なことになってるよ。は？大変なこと？何大変なことって。最近さ、身近な男子に冷たくした覚えはない？風間くん、無視したり冷たくあしらったり、デリカシーのない会話したり、他の男子と仲いいとこ見せつけたりさ。いや、うん、いや、うん、まあまあ仲いいとこ見せつけたいというか、私は今大地くんしか目に入ってないんだな。え、男子って案外繊細なんだよね。ちょっとしたすれ違いでもズバッとハートが傷ついちゃう。え、もしかして GS4 にもさ、爆弾のシステムあったんだ。知らんかった。その傷がさ、心の中で爆弾に変わんの。絵文字やめや。そういう男子が今マリーのそばにいる。知ってた？いや、爆弾システムが今回あるって知らなかった。え、マリーもわかると思うけど、イライラって自立もすると急にドカンってなるじゃん。怖っ。だからそうなる前に対処しなきゃね。対処って言ってもな、私どうすれば。まずは傷ついてる男子が誰か知ること。多分風間くん。どうしても分かんなかったらヒカルに聞いて。マリーのために全力で調べてあげる。いい友達だな。で、それが誰だか分かったら手っ取り早く電話しちゃえ。直接話せば誤解も解けると思うから。誤解というか、私は何もしてないんです。今回私は何もしてないけど、パラ揚げ頑張っただけなんです。うん、分かった。マリー、頑張っ。困ったらヒカルに電話してね。サリュー。サリュー、ありがとう。確かに風間くんに誘われて5回ぐらい断ったけど、それか風間くん、ひょっとして。おらいおらい、はい、ストップ、いらっしゃいませ。今日は白羽くん来るの遅いな。え、どうしたんだろう。ありがとうございました。あの店長、今日は白羽くんお休みですか？ああ、大地くんなら昨日電話があって、ここのアルバイトを辞めるって。え、急だったからびっくりしたよ。今びっくりしてる私。え、どういうこと？風間くんのせいか？風間くんに爆弾がついてるからか？白羽くんが電話。もしもし、白羽くん。あ、うん、よかった、びっくりしたよ。急にバイトを辞めたって聞いて。堪忍な。俺な、これから必死に追いつかなあかんのや。え、どういうこと？君に追いつく。ちゃうな、君を追い越す。え、2番手で満足するんはもうおしまいにする。これからはほんまの1番になるんや。え、なんの？好きの順位ってこと？もしかして受験のこと？でも白羽くんは優等生だし、別に私となんて。君は羽ばたき学園の優等生、俺は羽ヶ崎学園の優等生。わかるかな、言いたいこと。ああ、羽ばたきの学園の方がやっぱ優秀だからってこと？うん。でも急にどうしたの？気づいたんや。君の横に並んで歩くためには俺は完璧な男にならなあかん。え？君の一番になる。せやけど君は何も気にしんでええで。バイト急にやめて堪忍な。君の一番になるだって、そんな言われて気にしなかったらおかしいよ。あ、私は知ら…え、アルバイトやめる？え、あ、白羽くんいなかったら何の意味もないってこと？え、どっち？どっちかな？白羽くん…え、どっちだろう？むず、応援してるでいいのかな？
白羽君のこと応援してる。頑張ってね。おおきに。君がついてる思うだけで力湧くわ。あ、こっちでよかったのか。君はバイトを続けるんやろ。無理はあかんよ。もう俺は手伝ってやれへんし。あー寂しい。もう大地くんがいなかったらバイト先なんて何の意味もない。うん、白羽くんにたくさん教わったことをちゃんと続けて頑張るね。そうやね。俺も受験勉強本気出すわ。おお。あ、そうやけど、たまにはデートしてな。よかった。全然会えんのは寂しいわ。よかった。もうなんなら今3ヶ月待ってますけど。白羽くんは受験勉強に集中か。私はもう少しバイトを続けていこう。わー、やめちゃった。まさかそんなことになるなんて。お、そそ、ミー君にはナンバー4がビンゴだと思う。ナンバー 4? それメイクさんと同意見だわ。ダーホンやるじゃん。あー、ファンデの色やった。あー、確かに本田君はめちゃくちゃ詳しそう。見た感じね。ねえ、2人で何の話してるの？いい、カラーリップのことだよ。あ、リップの色か。あ、ハバチャのメンズコスメの特集でナナがって、え、それそれそれって、あの、大丈夫、ダーホンもう知ってるから。あー、そっか、それを知らなかったんだ。イバちゃんは、そうなの？ミー君のお仕事のこと？うん、知ってるよ。仲いいな君ら。ダーホン雑誌見てすぐ分かったって。さすがだな。骨格とかで判断してそう。うんうん。それよりさ、君は何番がいい？え、私？ナンバーワン。え？本田くん七つ森くんの正体知ってるの？まだそこで止まっとうやん。そういえば白羽くんたちも羽ヶ崎学園のクリスマスパーティーでスキー合宿、そうやったっけ？一緒にいたかったな。かわいい。え？バラちゃん。あ、来てくれた。え？白羽くん、どうしてここに？よかった、間に合って。え？羽学は今スキー合宿のはずじゃ。そうやけど、まあええやん。今日は高校最後のクリスマスやし、どうしても君に会いたくて。わあ、休んで来てくれたんだ。白羽くん、サンタハンのソリに乗せてきてもろてん。いやあ、トナカイって早いねんな。何その可愛いの。え、頭に明るい提灯のついたトナカイ班やったけど。蝶、付き合うてくれる？もちろんですよ。そっちのクリスマスパーティー楽しかった？わあ、いいな。なんか公園のベンチで語らい合うの。うん、白羽くんはスキー合宿楽しんでる？スキーは明日から。今日は君らと同じパーティーだけや。へえ、そうなん。そっか。荷物あんまり持ち込めへんから、ちゃんとしたプレゼントは用意できひんかったんやけど。全然いいよ。あー、白羽くんに送るやつとか買えたのかな。バラちゃん、手出して。え、あ、はい。なんだ、わあ。あったかいわ、君の手。手つないでくれてる。白羽くんの手は冷たい。外でずっと待ってたんじゃない？ええの、これから温めてもらうし。冷え性だけど大丈夫かな。その前にメリークリスマス。第一サンタからのプレゼントや。ありがとう。何これ、美味しそう。飴かな。これはキャンディ？いろんな種類があるね。いいな。前に言うたことなかったっけ、羽学で噂になっとった頭脳飴、今日のパーティーでゲットしてん。ああ、なんかそんなあった気がするな。え、本当だったの？すごい。ほんまに君は素直でいい子やね。困ったな、合宿すっぽかしてこのまま君とこうしてたいわ。うわあ。え、でもみんなが心配しちゃうよ。そうやな。あ、雪が。あ、雪、ホワイトクリスマスだね。できすぎや。どうしよう。え、けどこのまま降り続けたら合宿所に帰れへんようになってしまうな。そうだね。
確かにバスとかも止まりそうだしな。わあ。ほんなら今日はここでお別れや。あ、白羽くんって雪が似合うな。髪の色かな、めっちゃ似合うな。うん、来てくれてありがとう白羽くん。言うたやろ、俺はサンタや。いい子にはプレゼント持ってこな。いい子にしててよかった。バラちゃん、メリークリスマス。メリークリスマス、かわいい。メリークリスマス白羽くん。今ここにいてくれてありがとう。うわ、こちらこそだよ。待っててくれたんだろうな、ずっと。あー、だんだん終わりが近づいておる。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。というわけで続き気になった方、また見ててくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いばらでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。